ベル X-16 ベル X-16 はアメリカ合衆国が開発していた長距離高高度偵察機。同様の機体である U-2 の開発に先行されたために開発途中でキャンセルされ実機は完成していない。1953年7月にアメリカ空軍はベル社、マーティン社、フェアチャイルド社の各航空機メーカーに対して 長距離高高度偵察機の設計安定室を要請した。高度2万メートル以上の高高度を隠密飛行する戦略偵察用の機体であり、航続距離も4800キロメートル以上が求められた。各社は要請に応え、その中からベルシャ案が1954年3月に採用された。偵察機の開発であることを取得するために実験機分類記号である。 X ナンバーが割り振られ、1954年5月に X-16 と命名された。28機が発注されている。X-16 は、Z エンジン総発の機体であり、エンジンは、主翼中ほどに吊り下げられている。主翼は、浅い後退翼であり、後退角は15度、高高度飛行向けに、アスペクト比12の細長い形状となっている。X-16 は、 秘密裏に製作が進められ、モックアップは完成している。しかし、1955年8月4日に U-2 が初飛行しその開発が先行したため、1956年に開発は中止された。開発中止時点で初号機は80%の完成状態であった。ありがとうございます。